第1回ビーチサッカーオーバーヘッド対決お待たせしました、待ってました。鉄です。今日もよろしくお願いします。ということでですね、今日はビーチサッカー日本代表候補、ビーチサッカークラブフュージョン所属の成田氷河選手に来ていただきました。お願いします。よろしくお願いしま す, しますもしかしたらなんだかんだ俺のチャンネル一番出てるかもしれない、ね、ということで、まあさっき今言ったようにですね、今日はビーチサッカーでまあオーバーヘッド対決っていうのをさせていただきたいと思います。で、僕一つね言いたいことがあるんですけど、はい、僕はあのちっちゃい頃からキャプテン翼に憧れて、はいはいはい、オーバーヘッドとかやってきてたわけなんですよ、はいはい、あの試合が終わった後に隅っこの方でねちょっと遊びでやったりとかただまあ、そういうことやってると日本の指導者は余計なことすんなとか試合中になんかやろうもんならもう退場させられるわけですよ。ただビーチサッカーオーバーヘッド合法じゃないですか。オーバー大合法ですね。まあオーバーヘッドやり放題なスポーツじゃないですか。ということで、もしかしたらここが僕のホームグラウンドなのかもしれないと思いまして、まあ贅沢ながらに日本代表候補の氷河くんにですね、まあ、オーバーヘッドと、まあ、あとはビーチサッカーの基本的な、まあ、技術なんかも教えてもらおうかなと思います、はい、まあオーバーヘッドに行く前に、まあ、軽くねちょっと技術的なところを教えていただければと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、まずビーチサッカーというスポーツはですね、裸足でやります、うん、はい、砂の上で、はい、で普通のサッカーだと、まあ、こうインサイドパスとか出すと思うんですけど、ビーチなのでボールが止まってしまいます。だからどうするのかというと、ボールを浮かします。はい、ビーチサッカー基本そのための、一番ビーチサッカーを始めるってなった時の一番基礎的な技術、スコップと呼ばれる技術なんですけど、はい、それをちょっとやってみますね。スコップ、はい、で今のがスコップですか。あー違います。スコップのこの最初入りですね。その舐めるのがスコップですか、ボールを。踏むという作業ですね。あ、踏む、はい、踏む。あ、もうスコップには入ってる。入ってる。あ、おー、なるほど。踏んで膝のこの屈伸を使って上に上げると。おお、これがビーチサッカー一番大事なところなんですよ。スコップという技術ですね。はい、こうでリフティングをしていくと。スコップは自分が上げるための技術なんですけど、今度はスナップ、はい、っていうのが、まあ、これはあの試合中とかよく使うんですけど、一番使う技というか、まあ、踏むまで同じです、はい、で、これで相手のところにパス。あ、なるほどね。これがスナップという技術です。スコップは浮かす動作とパスが別だったけど、そうそうそう、スナップは浮かしながら、浮かしながらパスを出せるっていう、サッカーでいうところの、まあ、ループパスみたいな感じですかね。ループパスです、ね。まあ、このスコップとスナップがあればある程度はビーチサッカーできますね。はいはいはい、チャレンジしてみてもいいですか、はい、どうぞ。ちょっと気になると思うんで言っとくんですけど、あのバンデージ巻いてるのはちょっとあの練習試合の方で僕が相手にファウルしたら怪我しちゃいまして、気にしないでください。まずじゃあスコップから、スコップから行ってみましょう。踏む、こう、あ、合ってる合ってる。で膝をギュッ、あ、そう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 。おー、うまい。もうちょっと浮かさないとダメでしょ。もっと浮かせる、もっと浮かせる。そう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 。で、パスに。パスすると。ナイスナイス、いいよ。すごくいいよ。いや、あれは難しいですね。うまいうまいうまい。え？余裕じゃない？いいね。これはあるぞ。いいねいいね。ビーチサッカー選手に転向あるよ。日の丸背負える。いや、本当にうまい。何にも教えてないまだ、これ。うまいうまいうまい。おー、すごいすごいすごい。じゃあ次スナップ。はい、スナップ。まあスコップの延長線上というか。そうそうそう。そのままパスしちゃえば。まあ。踏んで。ああもう。え？やってた？どっかで。はいはいはい。おお。しっかり飛んでますよ。大丈夫ですか？この辺。はいはいはい。次はビーチサッカーの醍醐味のオーバーヘッドをちょっとやってみようと思います。お願いします。今日のメインですね。はいはい。でさっきやったスコップの技術で頭の上まで上げて、それを一気にこうオーバーヘッドしてみたいと思います。頭の上まで上げるのむずくない？
まず一回やってみます。はい、踏んで上げて、おーい、ゴール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 ゴー上げるところからオーバーヘッドまでちょっとゆっくり解説お願いしますよ。とまずスコップは踏んで、はい、上げるところまで同じです。上げます。理想の高さはこの自分がこう左手上げた時のここですね、うん、ここに上げたい。なるほど。でこの高さで蹴りたい。高っ。お前だって氷河が190くらいあるから今ボールの位置2m50とか60くらいの高さにあるよ。ちょいぐらいかなね。で体の動きとしてはまずは左足を上げる、うん、左足を上げてそれを追うように右足でこう。ジャンプするのはどっちの足なんですか。右です。左足を振り上げて、踏み上げて右でジャンプ。ちょっと今のを踏まえてもう一度お願いします。はい、おー、ノーゴール。このなんかもうちょい分かりやすい動きでいくとこう寝っ転がった時にこういう意味です。まず左足を上げてこう入れ替えてこう右足です。もう一回言ってもらっていいですか。こう上げて、はい、左足をこう取れてます。それ取れてますよ。左足を上げて、はい、右足でこう打つと。ああ、なるほど。ありがとうございます。はい、次はちょっとチャレンジしてみて。ちょっとやってみます。はい、柔らかいね。一回スコップを頭の上までできるかちょっと練習していい。はい、やってみやってみ。あ、いける。あ、砂がね。砂が降ってくるのが怖い。うまかったら砂上がんない。そうね、もう全然上がんない。砂がな。できた。いけてた今。めっちゃいけてたよ。いけてました。おお、すごい。今ちょっといい感じだったね。ガチですごい。よしよしよし。じゃあちょっと、はい、もう少し練習重ねて、はい、ちょっと最後一応 PK 方式で、はいはいはい、勝負しましょう。はい、練習。普通にあれディフェンスとかに当たったらノーヒット。あ、近くで。確かに。だってさ、この辺で蹴ってるのをこう止めに行くわけでしょ。体感してみて、ここでさ、こうやってディフェンス後ろについて、怖い怖い怖い。ここでオーバーヘッドだよ。あ、で、触っちゃダメなのか。一応そのビーチサッカーではオーバーヘッドの体勢に入った選手にはもうディフェンスは触ることができないんですって。だからここまでこうゴリゴリディフェンスしててもいきなりこう上げてこうなった瞬間にもう触れなくなっちゃう。まあこういうことでしょ。そうよ。あ、でもシュートコースには入れる。そうそう。だからここでオーバーヘッドするってなったらここら辺。全然全然無理。ジャンプでこういくとか。ちょっと一回やってみようよ。はい、軽くね。いくよ。はい。無理無理。あ、惜しい。いやー、すごい。手こうやって。うわあ。うまい。いやー、うまい。一瞬切り替えて。いやー、うまい。ということで、PK 対決。まあ今オーバーヘッドのね、技術と、はい、まあ基本的なやつを教えてもらいましたが、まあせっかくゴールもあるんで、はい、まあ、僕と氷河で5本、ね、普通のサッカーと同じ5本制の PK 対決やって、まあ5本ずつ蹴ってお互いキーパーやってっていうことで、まあ負けたら罰ゲームなんで、まあ罰ゲームをまあ砂食べで、砂食べ、はい、まあいっぱいあるんでね、砂食べで、口いっぱいに、はい、口いっぱいに砂食べで、砂食べ、はい、やりましょう。じゃあ先行後攻じゃんけんで、はい、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、よいしょ。高校で、高校、じゃあ僕から打つ。はい、ちなみにさ、そのスコップ失敗は多めに見てくれる。それはありでしょ。やり直しておく。ああ、もう気持ちよくオーバーできるわ。オッケー。じゃあ、 あのもうオーバーの体勢入っちゃったら終わり。打っといて今の足はだ。上がんなかったらちょっと多めに見てもらって。じゃあ鉄1本目いきます。はい。うわ、惜しい。痛い、目にいっぱい入った。痛い。1本目からリードを許すわけにはいかない。じゃあ来い。1本目後攻いきます。
は2本目先行。はい、シャーうまっ、シャーよっしゃよっしゃやった。次が2本目の後攻、止めたら同点、行かせていただきます。シャーよくない、外した、よし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 、1対1均衡した勝負になってまいりました。いや、いい試合だよこれ。次が3本目の先行ですね。3本目の先行、じゃあ行くよ。あ、よっしゃー、いやー、大丈夫は砂かかった、着地でかかった、今度いきますか、しゃこい、大丈夫ですか。3本目、3本目の攻防いきます。よっしゃーよっしゃーよっしゃー、あーやばい、危ねー、ゴールもカメラもセーフ。さあいくぜ、4本目、あ、止めてないじゃん、ぶつけられたみたいな感じになってたよ。痛いな。4本目の方向いきます、はい、あさあ勝負のラスト5本目、行こう、ここで決めないと、いくよ、はい、5本目先行、はい、うわー惜しい、今の、うわー惜しい、よっしゃー、うわーめっちゃ悔しい今の、これ決めたら勝ち、やばい追い込まれた。行かせていただきます、これを待ってたよ。5本目ラスト、避けずに。サドンです、サドンに持ち込まれてしまった、よっしゃ、いやサドンです、1本目、負ける可能性出てきたよ。まあ、それはプライドが許せんじゃないの？まあ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 。これサドンですか？止めれば俺の勝ち。いきます。シュー！いきます。ありがとうございます。まあ日本代表候補とはいえどね、まあ初戦こんなもんですよ。見てください、あの無様な姿。まあ指導していただいて1日で抜いちゃうっていうのは心苦しいところはありますけどね、まあそれが才能っていうもんなんで仕方ないのかなと思います。まあね、今日は、まあ、ビーチサッカーやらせていただくということで、まあオーバーヘッド対決はさせていただきましたが、まあ彼負けたんでね、砂食べ後でしっかりやってもらいたいと思います。じゃあ今日は教えてくれてありがとう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。